皆さんはじめまして。会社を辞めて旅に出る猫旅です。今回はインドの旅行についてお話ししたいと思います。私自身2023年の7月に初めてインドを訪問し、5泊7日でしたが、とってもいい体験ができたと思っています。ただ行く前はとても不安で、かなり調べて旅行の計画も立てたので、現地で役に立つアイテムなどの情報も踏まえて今日はお話ができればと思います。まずこんな人に見てほしいというところですが、インド旅行に興味がある人、短い日程でいろんな都市を回りたい人、そして危険、お腹を壊す、詐欺に遭う、女性だけでは危ない、こういった不安を持っている人たちです。これらは実際に私が行く前に思っていたことでもあります。逆にバックパッカーでコストを最小限に抑えて旅をしたいという人には少しトゥーマッチなプランかもしれません。インドは正直コストを抑えようと思ったらそれも可能な国です。例えば宿泊費も2000円、3000円台からあったりします。ただ今回は普通に観光の旅先としてインドに訪問したいけど不安が大きいから行かない方がいいのかなって思っている人に向けた動画です。次にこの動画を作ろうと思った背景ですが、正直私も行く前相当不安でした。 YouTube で動画を検索するとインド二度と行かない、インド危険、インド詐欺といったサムネイルばかりで、旅行に申し込んだ後若干これ行かない方がいいのかなと思ってしまいました。実際に行ってみて事実の部分とそうでない部分、また回避する方法があるということを学べたので、それをお伝えしたいなと思いました。またジェネラルに滞在中に便利だった持ち物やアプリなどを紹介して、これから行く方、インド旅行を検討している方に役に立つ内容になればなと思っています。トピックとしてはこんな感じで、結論のまずインド旅行計画のコツ、そして実際に行ってどうだったか、そして行く前の不安、一問一答形式で答えていきます。実際の5泊7日のプランと費用、現地で役に立つアイテムやアプリ、そして最後に個人的に行ってほしい場所のご紹介です。ではまずインド旅行のコツの結論からいっちゃいます。旅慣れしてない人ならツアー一択、旅に自信がある人なら現地ツアー。正直インドは旅の難易度が非常に高いです。私も海外に住んでいたことや過去何十回も旅行はしていますが、治安など含め普通の旅行先として旅するにはとても難しい国だなと思いました。もちろんバックパッカーなど別の目的を持っての旅行先としてはとても魅力的ですが、例えば普通にタイに行こう、ハワイに行こうというノリとは少し違うかなと思います。またとても広い国で名所が点在しているという点も難易度を上げています。例えばデリーからタージマハルのあるアグラまでは車で4時間ほどかかります。いろいろ回りたい場合、移動手段やその時間も加味する必要があり、結局ツアーの何都市周遊みたいなのがとっても便利です。では旅慣れとはどういうレベルなのかというところですが、一つの目安としては他の国に自分たちだけでも旅行ができる人と置くのがいいかなと思います。何度も言いますが難易度が高い国なので不安だなという人は旅行会社のツアーがおすすめかなと思います。では実際に行ってみてどうだったかという点ですが、まず行く前と後で印象が180度変わり、インドが大好きになりました。正直インドのイメージは危ない、雑多、お腹を壊す、あとカレーというイメージだったんですが、行ってみるととても奥深くイメージが本当に変わりました。その背景になるのが歴史が長いので、文化や宗教など含めてとにかく奥深いというところです。一つ一つの観光スポットにもいろいろな角度からのストーリーが存在しています。またヒンドゥー教が生活や人生の一部になっている国で、私たち日本人には想像できないようなことがたくさん学べます。特にバラナシという都市のガンジス川は絶対訪れてほしい場所です。そして最後に人口世界1位になる国、そして GDP も日本を抜くと言われており、その成長性を体感することができるという点です。空港に降り立った瞬間の人の多さや活気、あらゆるところで建設が進んでいる姿は、これから圧倒的に成長していく国だなと肌で感じることができます。
ここからは行く前に私が思っていた疑問を一問一答形式で回答していきたいと思います。まず皆さんが全員思っているこの治安が悪いのか、女性だけの旅行は危険なのかという疑問ですが、回答としては良いとは言えないというところです。ただ工夫すれば女性だけでも行けなくはないと思います。実際私は女友達と2人で旅行に行きました。治安に関しては夜で歩かない、人気のない道には行かない、荷物への注意を怠らないなど、海外どこでも気をつけることをインドではもう一段レベルアップして引き上げるという感覚かなと思います。女性だけでも先ほどのツアーや現地ガイドなど工夫をすれば全然行けなくないかなと思いました。女性ならではの注意点として、肌の露出は避けてください。また街では本当に多くの人から写真を一緒に撮ってほしい、セルフィー OK? とせがまれます。まるでアイドルになったようでとても気持ちいいんですが、その間にスリにあったりする危険があるので、なるべくノーサンキューと言って断りましょう。もちろん何の下心もなく、日本人が珍しいから写真を撮りたいと言ってくる人もたくさんいると思いますが、リスクを最小化するという意味だと申し訳ないんですが断るのがベターかなと思います。次は詐欺にあったかですが、実際あってません。話しかけてくる人は本当にたくさんいるんですけど、基本全無視で良いかなと思います。ここは心を鬼にして、さっきの写真の件もそうなんですけど、心の中でごめんと思って、完全に無視をするのが良いかなと思います。強いて言えば、お土産屋さんで小物を買った時に高い値段で捕まされたのかなというのがありました。インドではすごいちゃんとしたお店を除いて、プライスカード、この価格の提示がないことが多いです。なので買う時にいくらと聞いて、そこからじゃあいくらいくらに下げてよとか、2つ買うからいくらぐらいにしてよと交渉をしていきます。というのも、考え方としてあなたが認めた価値が払うべき金額という考え方があるそうです。なので最初に言ってくる金額はだいたい高めの設定になっています。次、これも皆さん気になると思いますが、お腹を壊したか、あとはお水や食べ物の事情。私は大丈夫でした。ただ一緒に行った友達はお腹を壊していました。インドでお腹を壊すポイントは2つあって、まず1つ目は菌ですね。インドの菌はとにかく強いそうなので、体の外に出るまでも本当に大変だそうです。これを避けるには、生のものを食べない、水は絶対ペットボトルから飲むなどを徹底することが重要です。あとは歯磨きも必ずペットボトルの水を飲むだったり、シャワーの時も口を閉じてなるべく水が口の中に入らないように心がけていました。もう一つはスパイスです。和食や日本で普段食べる料理にはスパイスがそんなに使われていないので、インドの普通の料理でも結構香辛料が刺激になってしまい、お腹を壊すパターンがあります。確かに何日か経つと胃が疲れてるなという感じになってくるので、食べる量やその後に胃薬を飲んで消化を助けるなど調整をするのが良いかなと思います。ではこの後はちょっとライトな質問をパッパと答えていければと思います。まず暑いのか、7月に訪問したんですけど、気温は日本より少し暑めで、紫外線がかなり強かったです。宿は快適だったか、結論快適で、1泊、7、8000円ぐらいの宿から、ちょっといいホテルも泊まったんですけど、基本的に1万円ぐらい出せば全然いいグレードのホテル、かなり良いグレードのホテルに泊まれるんじゃないかなと思います。観光でもビザはいるのか、これは全員必要です。で、インドビザとかって調べるとオンラインで取れるのでちょっと難しいんですが、進めていけばスムーズに取れるので、こちらは事前に取得が必要です。次にインターネットはどうかというところですが、公共 Wi-Fi みたいなものはないので、ホテルはもちろん Wi-Fi あるんですけれども、SIM を自分で用意する必要があるかなと思います。後で紹介しますが、私は eSIM を今回初めて使ってめちゃくちゃ便利だったので、それがおすすめです。次に移動手段、こちらは、都市間の移動は交通機関、街中の、近場の移動だったら Uber か大取り汽車。次に現金なのかカードなのかというところですが、田舎の観光地だったり、入場券が現金じゃないと払えないというところが、いくつかありました。
ただ都市部の買い物なんかは全部カードでできるので、まあ、あとウーバーもカードでできるので現金をちょっと持っておいて、あとは基本カードっていうのが良いかなと思います。次にトイレはっていうところなんですけれども、もちろん空港やホテルは全然綺麗で、観光地や田舎の方に行ったりするとちょっとあまり清潔じゃないなっていうところがあったりするので、まあ、そこはちょっと我慢をするだったりとか、まあ、ちょっとハードな感じかなと思いました。で次にトイレットペーパーなんですけれども、基本ないところが多くて、これは持ち物のところにも入れてるんですけど、必ず持って行った方が良いです。でトイレットペーパーで拭く文化があまりなくて、横にシャワーがついてて、まあ、それで洗うらしいんですね。なので、紙で拭きたい人、まあ、ほとんどの方が紙で拭きたいと思うんですけど、まあ、紙を持って行って近くにあるゴミ箱に捨てるっていうのが良いかなと思います。次は実際のプランのご紹介です。今回はデリーを中心としながら、ガンジス川のバラナシ、タージマハルのアグラ、そしてピンクシティと呼ばれるチャイプールの4都市を5泊7日で回るという弾丸プランだったので、結構タイトなスケジュールになっています。1日目夕方デリーに着いて、そのままご飯を食べてデリーに宿泊、2日目はデリーからバラナシに飛行機で移動しました。でバラナシではサールナート寺院という仏教の寺院 と夜のプージャというヒンドゥー教のお祈りの儀式を見て、そのままバラナシに泊まりました。3日目は朝ガンジス川でボートに乗ったので、ちょっと早いのですが起きてガンジス川に行きました。その後ホテルをチェックアウトして、バラナシからデリーにまた飛行機で戻りました。でデリーに戻ってからは買い物やご飯を食べて、そのままデリー泊です。4日目はデリーからまた朝早く車で、チャーターをしたのですが、車で移動してアグラまで5時間ぐらいドライブでした。でその後タージマハルやアグラ城に行って、見た後ジャイプールにその日のうちに移動します。これも車で4時間ぐらいの移動でした。その日はジャイプールに宿泊でした。5日目はジャイプールで観光した後にデリーに車で移動してデリー泊。最終日はデリーで飛行機の時間までアーユルヴェーダやお土産の買い物などをしました。次にかかった費用についてご紹介です。ベースのプランとして HIS の飛行機とデリーのホテルのセットがとっても安かったので、セールを狙ってそれを14万でゲットしました。今調べても直行便の往復で13万円ぐらいなので、ホテル付きはとってもお得なプランだったなと思います。移動費はバラナシの飛行機やチャーター代、宿泊費はバラナシとジャイプールで1泊ずつしたので、そのホテル、特にジャイプールは超豪華な宮殿ホテルに泊まりました。もともと王様が暮らしていた宮殿をホテルにしたもので、最高の体験でした。こちらも動画にしてるので、よかったらご覧いただければと思います。観光は現地での入場料や食事などです。合計で23万円程度でした。 HIS などで検索して出てくるプランでも同じような金額、だいたい4泊6日2都市で18万円などなので、自由に動けたメリットはありつつ、金額的にはツアーでも良かったかなという感じでした。次は現地で役に立ったものです。持ち物としては特別インドに役に立ったというもので紹介していきます。まずティッシュかトイレットペーパー、先ほどお話しした通りトイレに紙がないので、紙を使いたい方は持っていった方が良いかなと思います。あとは除菌ティッシュがあると便利かなと。これは飲み口とか、あとお皿とか、あとフォークとか一応食べる前に拭いて、まあ、どれぐらい役に立ったかわかんないんですけど、気持ち的にもすごい安心かなと。であとは、お腹の胃薬とか下痢止め、これはちょっと絶対持って行ってほしいというか、結構大量に持って行って、まあ、ちょっとお守り的な感じも含めてあると良いかなと思います。あとは暑さ対策みたいなところで、日差しがすごく強いのでサングラスと帽子、あとは暑さ対策としてボディシートとか冷却ジェルなんかも非常に役に立ちました。あとアプリは、
まあ、先ほどの Uber ですね。結構都市部は Uber 呼んだらすぐ来て、で特にこう価格が事前に分かるっていうのが私はすごい安心感があっていいなと思うんですけど、まあ、今いる場所と行き先を入れれば大体の価格とあと何分で到着するよっていうのが分かるので Uber は入れとくと良いかなと思います。で最後インターネットに関しては、eSIM がとっても便利でした。エラロというアプリで国を選んでコードが発行されるので、それをスマホ上でアクティベートすれば SIM カードの差し替えなどせずインドに着いた瞬間からその携帯がインド仕様で使えるという感じになっています。そして最後は個人的におすすめの場所3選をご紹介します。まず1つはバラナシです。ガンジス川のある都市なんですけれども、ここは絶対に宿泊で行っていただきたいなと思います。頑張れば飛行機で日帰りもできるんですけど、写真に載せてるような夜のこうヒンドゥー教のお祈りの儀式プージャというものがあるんですけど、本当に画面に収まらないぐらいの人がしかも毎晩やっていて、これはちょっと日本人で普通の生活してるとなかなか見ることができない体験なので、ぜひ見ていただきたいなと思います。だいたいプージャが7時ぐらいから毎晩やってるので、まあ、それを1時間半ぐらい見てそのまま泊まるというのが良いかなと。泊まった次の日ぜひガンジス川で早朝のボートに乗っていただきたいなと思います。もちろん沐浴などで朝からすっごい人がいて、それもすごいなって思いましたし、あとはこのガンジス川から、ガートと呼ばれるこの階段だったり沐浴をする場所が岸沿いにずらっと並んでるんですけれども、それを見るのがすごく美しくて、ぜひ見ていただきたいなと思いました。はい、2つ目はアグラのタージマハルです。北インドに行ったら絶対タージマハルは行くと思うんですけれども、改めて実際に見てみてとっても良かったのでぜひ行ってみていただきたいなと思います。でサリーもレンタルができて3000円ぐらいで着付けも含めてやってくれるところがありました。であとは、タージマハルも、実はこれお墓ですよだったりとか、いろいろこう裏話というか逸話があるので、それを調べてから行くとすごい面白いかなと思います。はい、3点目が買い物です。インドって皆さん買い物のイメージありますか？私は正直なくて、買うもんないだろうなって、むしろカレーぐらいかなと思って行ったんですけど、本当に可愛いものが多くてちょっと想像以上に爆買いして散財をしてしまいました。この写真に出てるような花柄のブロックプリントっていう手法なんですけど、これのこうワンピースだったりとかいろいろ布系の製品がとっても可愛かったりとか、あとはヒマラヤの蜂蜜だったり紅茶だったり、あとアクセサリー、宝石も天然の石がすごくよく取れるので、安く高品質なものが買えたり、すごく買い物をたくさんする場所あるなっていうのが結構驚きでした。こちらも動画にまとめてるのでよかったらご覧いただければと思います。特におすすめのお店がこのザ・ショップっていうお店とフランジパニというお店です。ザ・ショップっていうのはデリーにあって、布系のセレクトショップ自社ブランドを取り扱っているお店で、この写真の左上のお店にあります。で2つ目のフランジパニというお店が、こちら日本人のオーナーの方が経営しているショップなんですけど、現地に実際出向いて工芸品を職人さんから直接買い入れているお店になっていて、蜂蜜なんかも養蜂じゃなくて野生の蜂の巣から取ってきたすっごい甘い天然のものだったりとか、いろいろ厳選された商品が売ってるお店になります。あとは、マーケットとしてデリーの中心にカーンマーケットというところがあるんですけど、ここは小さいお店がギュッと一つのエリアに集合しているので、いろいろ効率的に買い物ができる場所としてすごい便利かなと思います。その中にあるお店でアノーキというお店とハブインディアというお店があって、どちらもアパレルのチェーン店というかブランドになるんですけれども、とっても可愛くて、冒頭で私が着ていたワンピースも、ハブインディアで買ったんですけど、こういったすごい可愛いお洋服が売ってるのでぜひ行ってみてください。はい、今回はこちらで以上になります。皆さんに少しでもインドの魅力伝わればいいなと思います。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録もお願いいたします。